あの体育館がもう閉まっちゃうので荷物置き忘れたとかあったら今のうちに全員取りに行ってほしいです。はい、はい、ある子たちは今私が案内します。体育館、はい、じゃあお世話になると、はい、すいません音源たたき出したりとか、僕が直してもらえる、もちろん、はい、助かります。とりあえず聞く、はいはい、そうだI'm sorry.
で、セーラードのところは多分みんなで行った方がいいですね。はい、セーラード、デスペラードか、デスペレード、デスペレードのことを考えて、デスペレード、これは低いここら辺のこのクリプロ系、低いのと、そういうボーカルの歌い方とかは聞いたことがあります。逆にこう流れていくのを聞いて、ここからこういう風に歌った方がいいと言われたというのを聞いたことがあります。歌詞の紙みたいな、あ、ね、今いいですか、はい、ありがとうございます。歌詞の紙みたいな、交互にやる、最初はで、あのスクラウドの間にねえねえとかあるけど、それも一応言葉を、個人的にエスペラード担当した方が多いんじゃないか。
シャウトも入れるなら入れていいと思うけど、デスクラブの間イエイエとか4人しかいないからそんなに細かく割んなくても、4人だったらまあ1人かも、2人は僕らしかない。
したらまたみんなが3人がブランブランニューエスケープっていう風になっていくという。一発目行っちゃおう。まだかよね。また残り1、2、3。だからナルト君以外の3人が次誰もできないのモーション誰かかな。おい、ドクソン君。でまたそしたらドクソン君以外の3人がブランブランニューエスケープという流れ。モーション。本当の境地はコーション。ウェイ。でまたブランブランニューエスケープさんに言って。聞いたことないゴーロン、知ったことないモード、これレンちゃん、ギンギン、ウェイ。でこれで一番完了なんで、軽く一番合わせてみましょう。もうどんどんやんないといけない、これは初見殺しだからやばい。じゃあインストに切り替えて。インストはやばい。一回なんか普通にノリレみたいな、歌詞はもう全然気にしないで、一回ノリみたいな感じでお願いします。あ、もう一回。あ、じゃあ軽く聞く感じで歌える感じの人は歌って。はい、シャー勝てるぞ。ここが、ここ2人で1個ずつの方がよろしい。
ここね、姉妹色で分けちゃっていいかもしれない。2人で言ったらいい。あ、次サビ切りで見てみる。まあ分けてもいいな。うん、でもこっちもう分けないんだったらこっちも分けなくていい。うん、どっちかが先に歌ってくるかからないと思って。本当の境地はコーション。苦すぎ。
けえ。あとなんかさ、読めそうやなやつある逆に。
っとアクセント入れるときにもピッて弾いてもいいです。はいはいはい、もうすぐ10時になるので、まず2000年組に戻ります。でその後に、この大ホールとそこの階段から降りた下の小ホールがあるんですけど、そこは練習で使っていただいて問題ないです。はい、で、お風呂なんですが、お昼説明したと思うんですけど、4人ずつしか入れないので、グループでも順番を決めていただいて、皆さんで順番で入ってください。はい、24時完全消灯なので、それまでに皆さん絶対入って部屋に戻るようにお願いします。はい、はい、で明日の朝が6時からマラソンやりますので、10分前の5時50分に宿舎の前のところに集合してください。はい、私からは以上になります。はい、はい、はい、練習に戻っていただきたいです。はい、あれ、今日はさ、あれシャワーだもんね。いいかもしれない。今はバックボーイズの歌割りを決めてるんですけど、2人なんでちょっと大変なんですけど、もうかっこいいんで、かっこいいんでやってやります。曲調的にはやったことあるとか、いやラップが僕が苦手なんですよ。エコ生はあんまりやったことないですけど、ラップ苦手ではないと思う。なんか聞くのは好きで、聞いてたり。あとさ、2人だとさ、踊りとかつけるの大変じゃないですか。そうだね。それはなんかどっちかで行ったりするの？ダンスは僕は得意じゃない。得意じゃないけど、ちょっとやってると思うけど、まだマシかな。頑張れる。ちょっと補い合いながらペアとして頑張ろうと思ってます。でもコントが一番。まずはコント。コントもさ、結構自由にさ時間使ってよくてさ、いつ発表しに来てもいいってなってるとさ、どこで行くのかとかすごい大変だと思うけど、今のその辺はまだ2人では話せてない。いやもう初っ端。先にもコントを詰めてやって、後でまずはコントを突破しないと。突破したいって。でもコントを、笑わせるのでスタートダッシュでポンとやって、はい、残りの時間を全てこっちに使うみたいなが一番理想です。最初、そうですね。ネタ的にはなんか
考えられた。考えられないよね、今これやってるもんね。そうですね。これからです。はい。なんかね、二人の持ち味をね、それぞれ活かせた笑わせ方ができるといいよね。はい。そうです。はい。そうですね。頑張ります。頑張ります。ありがとうね。練習中なのに。ありがとうございます。こちらこそ。あと勝手に撮ってるから、二人でやっててもらって大丈夫です。はい、どうよ。まあまあ、かっこいいっす。むずいっす。めっちゃかっこいいっす。いい顔してるよ。あざます。歌詞不安だな。覚えられた。歌詞がそうっす。マジで飛びそうだな。かっこいいってなってますか。かっこいい。今ね、全然関係ない話してるよ。何の話してるんですか。とりあえず背中が冷やすなよって。優しい優しい嬉しいところ。日焼けがすごいですよ。めっちゃ日焼けしてるのもタイだった。作戦としてはどんな感じでやるんですか。作戦はですね、それは今歌割りが決まった感じ。決まって、まあ、あとはかっこよくですね、なりきって、うん、ラップはちょっと得意じゃないよ。やめ、超うまい。ハードルらしい。勝手にハードル上げる。あとはもう、コンコン味かますだけですね。明日これだけじゃないじゃない。本当ですよ。笑わせなくちゃいけないっていうのがやっぱりまだ結構あるから、そこはなんか作戦考えてるの。どんくらいのバランスでいくとか。あ、半分ずつに分かれて、うん、2人が、あの2人の半分がコント行って、半分がダンス行って、おコントできたら1回共有みたいな、ここで共有して並行して食べてくるみたいな感じですね。チームなんで、チームの力で頼るとこ頼っていこうと思ってます。ダンスも作るの相当難しそうだけど、めっちゃ難しいと思います。これここのチームはダンスできる人いいんだっけ。まあ、作れるでしょ。まあ、作れそうです。そんな難しいことはやってないですけど、とりあえず歌ってる人を目立たすフォーメーション組んで、でそこをかっこよくさせれば入るかなって思ってます。なるほど、はい、なんか今3組ぐらい話聞いたけど、はい、なんか一番頼もしそうな感じがしたね。やった。コメントだけね。あ、コメントだけ。口だけは。口だけは。口だけはここ一番頼もしかった。本当ですね。口だけになりたくないよ。ねね、口だけになってね、コントなかなか受からなくてねとかね。そしたらビリビリの T シャツで、ここにいる可能性ありますね。俺らずっと T シャツ。怖い。コント一番怖いね。やばいよ。もう見えないっすね。笑ってる、渡辺さんの顔が。だって何もしてない時に笑われてるんだから、もう、ね、いやそうなんですよ。僕挨拶の時が一番笑いちゃいます。わかんないですよ。めっちゃ顔近してる。いやね、マガも試したの。マガも試したけど、マガはそれはそれで笑わなかった。どうしましょう。いじめられてます。そうだね、もうほぼいじめだったね。雑だったしね。いじめられてますよ。まあでもね、今日これがね、あったから、まあ明日行かせると思うんで。バリバリ。練習中ね、ちょっと邪魔してすいません。いや、全然大丈夫です。就寝までね、何回も話しかけに来るんで、あ、もちろん相手してください。もちろんです。はい。もちろんです。やりましょう。歌いましょう。一回さ、起きなし。ちょっとお昼ポストに集中しすぎて、カメラに全然アピールできないんですよ。独占できます。コメント読めるんですか。流れてます。全然違う話してる。どんな話してます、ね、背中ニキの名前知りたいな。背中ニキ、背中ニキの名前ここにめっちゃあるんですけどね。背中に背中に印刷するか悩んだんですけど、コスト上カットしました。何でやってたの。やってたかな。鼻毛モンスターです。鼻毛モンスターですって僕言ったの初ですよ、今日カメラの前で。嘘でしょ。嘘です。いや、これちゃんと
俺嘘つき嫌いだな。いや、そうですよ、違いますよ、最初 の自己紹介じゃなくて、視聴者の人に田中モンスターですよってやってくれたっていう。あ、自己紹介します。スタンダースタンダー、一人ずつ。あ、今一人トイレ行っちゃってるんですけど、この間に鼻毛モンスターです。特技は何ですか？特技、はい、特技は背中ですかね。背中遠いんじゃないんだよな。特技？そう、あの、あでも今忘れるわ。一回後ろに回って。あ、すいません。また後でやろうか。コロザシアツオです。特技は、ギターとかベースとか楽器割と大半弾けたり、 DTM ってパソコンで曲作ったりできます。おすごい。最近は何か作った？最近、ちょっと頼まれてラジオ体操をめちゃめちゃポップに作るって作業しました。すげえ。聞いてみたいね、それもね。あるか、携帯にあれば多分流せますよ。もしかしたら流せるかも。実はこんな特技持ってますってツイートするのもありなんじゃない、それは。ただ、歌詞が入ってないから理解してもらえるかっていう。ああ、なるほどね。そういうことね。もしかしたら機会があればね、それ機会があればどっかで聞かせてもらいたいね。そうです、うん、聞いていただけたら。ありがとう。なんか音楽がいっぱい得意な圧倒でした。どうぞ。おわーそう。エッチチチチチです。だいぶエッチだね。エッチですね。だいぶエッチだよね。はい、エッチだよね。エッチです。エッチだよね。はい、ね、はい、ね、なんか照れてる？あ、照れてません。そういうのよくないよね。はい、はい、皆さんどうでしたか今日は。エッチ村上信吾、今日一番自分が良かったところってどこ？自己評価。自己評価。あ、でもオーケストラ。オーケストラの最後のサビのところですかね。お。自己評価的には相当良かったと。9点。100点満点中？10点満点。10点中か。はい。だからまあね、ちょっとそれをね、気になる人はね、タイムシフトでぜひチェックしてみてください。オーケストラの最後、貴族の方に。貴族の方々、まあまあここまで見てる方はね、大概貴族の方だと思うんで。そうなんですか。分かんないけど、大体貴族の方ですよ。この放送が見たくて課金してる人たちですから。貴族の皆さん、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと喋っちゃダメね。マスク外して一番可愛い顔して去ってって。3秒ね。では行きます。3、2、1。お昼、あ、夜ご飯とかタスクとあげてから胃が出てないですか？やってないでしょ。あ、やってない。あ、アンジケアです。すみません。背が高すぎた。あ、ごめんなさい。はい、寄ってもらっていいですよ。はい。あ、アンジケアです。投票ありがとうございました。確か、あ、8位です。8位、投票の順位は8位だったんですけど、すごく、嬉しいですけど、まだ上目指せるので、1位取りに行きます。ここからよろしくお願いします。今日1日の評価、自分の中ではどんくらいやれました？そうですね、オーケストラ全開、僕は踊れなかった組なので、うん、なんかちょっと踊れてよかったなっていうふうに思いますけど、やっぱ踊るって楽しいなって改めて感じました。あ、はい、前回から今回まで半年ぐらい期間があって、はい、その間なんか自分の中で心がけたこととかあった？まず半年間この2回目参加するかをすごい悩んでて、うん、まず1回目が来た理由が自分の居場所を求めにワックを、うん、オーディを受けたので、そのワック以外の他の居場所もこの半年間いろいろ探したんですけど、
っぱ結局は結局っていうかもう一番ワックのこのオーディションというかこのワックが一番自分がいたい場所だって思えたので、もう半年間死ぬ気で準備して、あの歌とかいろいろ体制整えてこの第2回参加しました。歌あんま得意じゃなかったよね。あ、もう全然得意じゃないです。もうなんかだいぶ声は出るようになったよね。そうですね、イメージね、出るようになりました。ちょっとね、走り屋さんだけどねそうですね、あのリズム感ないのであのそうですね、うん、まあ、でもなんかやっぱね、成長した感じがしますか、見られたし、やっぱコメントのね、ユーザーの皆さんもね、多分気づいてるから。本当ですか、うん、分かりました。あのね、ますますそういうとこをね、はい、もう全部さらけ出してもらって、はい、ね、分かりました。あの明日がないかもしれないから、うん、今日一日一日で全てを出して、はい、はい、頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に、そうだな、変顔ぐらいやっとこうか。あ、変顔いきますか、ね、分かりました、ね、任せてください。変顔やって3秒キープね。3秒キープで、うん、はい、カウントしますか。3、2、1、はい、行きましょうか、はい、じゃあ変顔まで3、2、1。はい、ありがとう、はい、どうぞ。じゃあ頑張って、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、はい、最後、はい、はい、あ、じゃあ自己紹介から。あ、もう一回やっていいんですか。ええ、もう一回じゃないでしょ。 あ、そっかそっか、初めてだもんね。あ、初めまして。そう、じゃあもう一個やろうか。あ、はい、あ、じゃあちょっと自己紹介の方からしてもらって。え、皆さんこんばんは、鼻毛モンスターです。どうもです。どうも。鼻毛さん、今日一日もう終わろうとしてますけど、はい、いかがでしたか。もう見てもらえれば分かる通り、あの、ダメダメでした。ダメだったな。何がダメだった、そんなに。何ですかね。何ですかね。何でですか。何ですかね。まあまあね、まあ、さちょっとね、夜はちょっとあれだったけど、はい、やっぱね、前回から今回にかけてやっぱ、多分何かしら積み上げてきたものがあったんじゃないんですか。いや、本当ですよ。ね、もうそれはもうパフォーマンス全てをかけて、うん、本当にもうワックのメンズ入りたいと思ってやってきてますので、今回は。前回から今回までで、はい、こんな心境で、はい、今日までやってきたっていうのをなんか変わったことある。やっぱ前回はなんていうんですかね、ちょっと怖いもの見たさみたいな、うんうんうん、あの一応行ってみるかみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、あれ終わってもう悔しすぎて、入った後に本当、うん、悔しくて、マジでアイドルになりたいなと思ったんで帰ってきました。あ、なんでなりたいんだっけ、そもそも。そもそもですか、うん、いや、そもそもはそのやっぱりその目立つのが好きとか、うん、これなんか人に楽しんでもらえるのが本当好きなんですよ。あ、なんか自分で考えてこれをやったら面白がってもらえるかなみたいなのがめっちゃ好きで、はいはいはい、それをやってて、で、その上でもう、もうあとは前回の経験からもう一気にもっと前に、もっと上に行きたいっていう覚悟が決まったって感じですね。なるほどね。はい、ちょっとね、話もガラッと変わるけどさ、はい、特技って何があるの特技、うん、待ってました、うん、僕はですね、あの、撫で方なんですよ。おう、だから、あの、肩の高低差めっちゃ出せますじゃあちょっとやってみようか。いきます。いきます。3、2、1。よっしゃ、ありがとう。よし、ちょっと今日不甲斐なかったところもあると思うけど、はい、明日ちゃんとそれをね、払拭できるように。マジで頑張るんで。頑張って期待します、ね。うん、なんなら今日一さっきのが一番面白かったからですか、うん、うわ、やればよかった明日やればよかった明日やればよかったって言ったんだろう。明日やります。これ出してなかった今日まあでも、ね、それだけじゃきついからね。なんかそれをどう使うのかっていうところはね、まあ、なんかちょっと考えてもらって。首長それやれよってめっちゃ言われるこれなんでやんなかったんだろう。それやれってめっちゃ言ってくれてますね。はい、
パナゲー頑張ります。これおもろかったか。あ、うっす。じゃあ明日も頑張って。おります。まああと45分あるからね。またまたまた全然、うん、こっからがもうゴールデンタイムなんで、このままこっから12時まででいかに、そう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 、いかに入っていただくかっていう。そうそうそう、だけどね、みんなもお風呂にも入らなくちゃいけないからね。その辺の時間はあの、でも今混んでるかもしれないから。あ、いなかった。ちょっとあのそろそろこの格好もあれなんで、お風呂に行ってきます。はい、皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、でも風呂入ってまだちょっとできるよね。これ、おいすぐ入ればパッと入ろう、病院入ろう。現在、いろんなチームがお風呂に入りに行ってしまっているので、ここ以外で練習しているチームがございません。そして、今、最後に残っている1チームもなんか上がろうとしている雰囲気が見えますので、ここからはちょっとワックスタッフさんに話をつないでもらおうかなと思っております。ワックスタッフあっちにいっぱいいます。みんな集まってるとこにいたい。そう、なんかみんなあっちに集まってました。お疲れ様です。ちょっと、おいとくんに繋いどいてもらっていいですか。え、ちょっと待ってください。すごい、加藤タイム来ましたよ。はじめまして。久しぶりに女子見たとか言って、やば。やさくれ。加藤さんはもしかしたら、ね、確かに朝から見てる人は知ってるかもしれないですけど、そう、こっちか。何ですか。ぜひ自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、自己紹介ですか。土林と申します。何これ。あれ聞いちゃった。ズボン買ってあげようかって言われてますよ。じゃあもう本当ズボン買ってください。自分で破いたんですか、それ。鼻毛モンスターに触発されて。いや違うよ、やっぱ形から入りたかったの、今日のオーディションは。パンチ効かせなきゃと思って。形から入るタイプ。なんか服大丈夫ってめっちゃ言われてましたよね、朝。私妹から送られてきました、スクショ。お姉ちゃんって。ツッチどっか行ったって言われてる。どっか行った、本当にどっか行っちゃった。じゃあ山さんはいないです。あれ向こうで聞こえない。いや向こうで聞いてるっすよ。寝不足じゃないですよ。あ、皆さん、堂前さん、あのギャングパレード担当の堂前さんの TikTok があるんで、ぜひ見てください。私はあれです、あの JMS とのバンドオーディションも担当してます。 JMS さん、いっちゃう、山さん。いや、堂前さん。どうもやさんの TikTok 見てほしい、かわいいから。ツッチもなんか話したらいい。すぐ横にいるのに。まあ、TikTok 出演はされないですか。私はしないです。私は絶対しないです。そんなキャラじゃないです。私、どうもやさんみたいな、なんかキラキラキャラじゃないよ。朝から酒飲んじゃう。いいじゃないですか、酒飲んでるところ映せばいいじゃないですか。寝起きビールしてる瞬間とか。絶対新潟の山の中の朝のビール最高です。なんかあっちにスタッフ陣全員いるから、あっち行きます。行きますか。まだ新潟って言ってない。
ちゃうことに。